どうもです。おやじのお昼ご飯の時間です。今日はね、あいにくの雨だわ。昨日までね、ポカポカ陽気だったんだけど、今日はもう雨降ってちょっと寒いぐらいです。まあ仕事はね、今日そんなに遅くはならないかなと思うんですけどね、お弁当ね、まあもう作ってきました。まあ作ってきたとしてもね、これなんです。のり弁当。二段のり弁で一応作っております。で、おかかなんかも入れてね。ただなんでしょうね、以前も言ったんですけど、おにぎり2個だとまあ形になっても、のり弁ってこれだけだと、なんか閉まらないと言いますか、ちょっと貧乏臭いなっていう感じもあるんですけど、まあね、夜にカロリーを取りたいんで、昼間なるべくカロリーを取りたくないっていうのと、まあ残り物もなかったし、なんか作るのはめんどくさいってことだったんで、それでもあるねものがあったんでね、それを入れて作ろうと思います。お魚ソーセージでございます。私大好きってことではないか、なんか普通のソーセージよりはいいかなと思って、カルシウムとかいろいろ書いてるから。やはりね、のり弁と言いますと白身フライだったりね、ちくわの天ぷら、磯辺揚げなのかな、青のりが入ってるようなやつとかね、まあいろいろあります。まあ、ちょっと高級だとね、鮭が入ってたりとかね、白身の代わりにね、さらに唐揚げが乗ってたりコロッケが乗ってたりとかいろいろあるわけなんですけども、まあもう親父はもうまさにね、これこそ男ののり弁だと。それがねこちらでございます。心に一物、男ののり弁。まあそれだけなんですけども、まあいろいろ思うところは皆さんあると思いますけどね、お察しください。これまさに男ですよ。缶と書いて男。これはもう間違いない。いただきます。ちょっとね、香りのいいね、安い海苔をゲットしたんで。ご飯量は多いのよ。だからせっかく2段にしても1段ずつ。間違いない。おかかにかき醤油、いわゆるこれだけでも完成されてるんですけどね。ご飯は、お米は千葉県産ふさおとめ。割り箸はセブンイレブン。おかか、本当はねマヨネーズとかつけたいとこですけども、今日は土曜日なんですけど、今週もねちょっと明日は友達と会うのをやめようかなと思ってます。遊びたいんだけどね、遊びに行きたいんだけど、目先の幸せにとらわれててね、後悔はしたくないんで。まあ最低限の生活の中で悪い結果になったとしたらしょうがないんだけど、
アメージング。本当はおにぎり握りたいのよ。めんどくさい。これ盛り付ければいいから。結構ね、ご飯は入ってると思うよ。どのくらい入ってるかな。お弁当が大体 200g だから400g ぐらいかな。でも500はないかな。400あるかな。うん、この海苔でもやすくと美味しい。音聞こえるかな、雨。さすがにこんなお弁当じゃ人前じゃ食べれないけどね。なんか心配してパートさんおかずをいっぱいくれそう。唐揚げとか卵焼きとか。二段のり弁でも贅沢と思ってたな、高校生の時は。ちょっと嬉しかったもんね、二段のり弁の時。ちょうどね、その二段のり弁が流行ってきてたのよね。それまであんまり巷でも二段のり弁ってそんななかったと思う。なんかすごい贅沢感をね感じてた。二段にしてっていう時もあったし。あ、無理が取れちゃった。うん、でもうまい。うん、もうちょっと本当は醤油入れていいと思うんだけど、塩分をね塩分を気にする年老いた親父がいます。やばい。
男の具材がもうなくなっちゃう。完食、結構量が多いからお腹いっぱいになっちゃったな。スマホあるんだけどね、デザート寛平オレンジ、寒いともうこの携帯ダメなんだ。消えてきちゃってる。口にさ、のり弁とかおにぎりで口にのりがつくときあるから恥ずかしい。ちゃんと見ないとね。やべ、なんか普通に携帯見てたな。よし、時間が。これさ、なかなかさ、皮が薄いのよね。毎回言うんですけど。だから案外剥くのに時間を要するんで、ね、ちょっと先に剥こう。はい、剥き終わりました。ほんとね、これ美味しいんですよ。もう2、3回目かもしれない、動画としては間違いないです。うん、アメージング、甘い。カンペはね、早く食べないといけないの。安いの買ってるから。でも今日の夜はケーキを食べないといけないの。もう賞味期限が切れちゃったんだ。だからお昼に食べてます。あ、これしょ、酸っぱい、ちょっと。昨日買ったのちょっと酸っぱいのがあるな。もう4個ぐらい食べたんだけど、どれもすごい甘かった。今までのやつは。でも昨日買ったのは酸っぱいのがちょっと入ってる。うん、でもジュースが多くて美味しい。やばい、もう時間だ。今日はね、男ののり弁いただきました。ごちそうさまでした。親父でした。バイバイ。